温度差がストレスになって体調崩す。人間もそうだと思うんですけど、ましてあんなちっちゃい子だからさ、まあそういう温度差がつかん環境でちょっと温かめっていうのがいいですね。であとは乾燥しないように、こんな感じですよね。わかります。だけどね、その最初に私パッと持った感じがね、摂取時間がちょっと少ないからさ、食欲が あってうんちもしてたのかもしれないけども、ちょっと食べるのが少ないのか、もしかしたらお腹の中に寄生虫がいる可能性がある。あ、なんかそれは一番最初にペットショップで聞きました。寄生虫がいるかも。あの機械、まあ、フレッシュな便が出たら、乾燥しちゃうと検便しても引っかかってこないんで、なるべくフレッシュなうんちをラップでくるんで、また持ってきてください。あ、そしたら検便すると結構東ヘルマンリーグアメはね、 50% か 60% ぐらいの確率でいま す。最近のワンちゃん猫ちゃんは 10% もいませんですよ。でもそう、東ヘルマンとかトカゲもね、そう結構いますね。そうですか。で特に原虫がいたりするとそれは人間に移るからさ、原虫をね、GRG とか取り込みますが、その分わけのわかんない原虫が出てくることあるんですよ。なかなかさっきも頼まれない菌のことと一緒で、この子触ったらもう基本は手洗って消毒すると、それは絶対やった方がいいと思います。よろしいですか。ありがとうございます。じゃあで今度もし来ていただけるならこの紙持ってきてくださいね。はいはい、ビシッと書いたけど全然いいですからね。書ける範囲で結構ですからね。わかりました。じゃあ受付で飲み薬とそれから抗生物質、飲み薬ね、はい、お出しします。でこれは家帰ったらすぐ冷蔵庫ね。あ、冷蔵庫、はい、お願いいたします。はい、じゃあちょっと待ちください。薬はもう飲ませる時以外は常に冷蔵庫で。そうです。